ラジオネーム、日丹子ブーストさんからいただきました。ブーストだっちゃんきっちゃんこんばんは。こんばんは。僕は幼い頃から体がとても硬く、保育園から高校まで先生たちにずっとやばいよ本当にと言われ続け、挙句の果て先日行った接骨院の先生には世界遺産級の硬さと言われてしまいました。笑。お二人は体の柔軟性に自信はありますか？そんな硬いんだ。年齢別に全然 お若い方なのね。お若い。どうですか柔軟性？いや私も硬い、なんか唯一得意なのが長座大前屈だけは逆だ。そこそこ。それ以外はもう開脚とか無理です。なんか私、どうなの、生まれつき関節が、はまりが浅くて。なんかそんな話聞いたことあるな。したっけ。打ち合わせかな。打ち合わせか、止まらないんですよ。なんか押されたら押された分だけ行っちゃうんですよ、ガーって。だからなん か場所によってはすごい柔らかくて、だからなんだ、あぐらじゃないけどこう足の裏こう合わせてこう座った時に膝も余裕で床につくし、すごい、ね、そのまま前行ってガーってできるけど、長座大前屈はできないんですよ私。なんでだろう。多分その関節の多分浅さの向きなんじゃないですか。へえ、面白い。指もグエっていくぜ。あっちでもやってる。あっち見たらあっちでもやってる。そっちも行くよ。ああ怖い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 。関節が負荷をかければいっちゃうので、ブーイングになっちゃう。ブーイングになっちゃう。ブーイングになっちゃうよ。だって負荷かければいっちゃうからね。怖い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 。ああ怖い怖い怖い。折れちゃう折れちゃう。怖い。だからその高校の時とかはもう、なんか肩とかも割とすぐ脱臼しちゃうので。いやーかわいそう。痛いよね。痛いんです。痛いよ、ね、だからなんか満員電車の乗りすぎ、なんかギュウギュウのとこ乗ったら負荷でポンって取れちゃったりするし、水泳もバタフライとか背泳ぎとかしちゃダメって言われて。ガチじゃん。プラモプラモデルで、だからそのテストではやらなきゃいけなかったから先生に事情説明して、背泳ぎとかこの腕を回さずこのままずっと背中で泳いで、バタフライはクロールで補ってみたいな。だから平泳ぎもあんま広げ、足を広げちゃいけないから、なんかこの辺でひょっひょっって仕事に関しては大丈夫だったの？なんかその振り入れの時のストレッチで、まあ、先生がご厚意でですけどこう押してくださるんですけど、先生には言ってないですけど、そこに負けないように押してます。言って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 。いい子だね。押されちゃうとポンで取れちゃうし。言いなさい言いなさい。怖いから。いや、こう先生が来たなって思ったら、ふっ私は曲がりませんっていう態度を取って。でしたそれ。余裕で余裕で。あー、ギュッてしてる。全然平気。いや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 。どうですか。あ、本当だ。フードも出た。ちょっとフードで手繰り寄せられないか。全然音ないねよ。折れる折れる。13センチぐらい。13センチ。すごい。あれできる人、これテレビの CM でやつ、これできますか。これできる。怖っ。怖がられてる。ゾンビランドサガはきっとそういう感じなんですよ。だからストレッチのストレッチのこれもすごい行くんですよ。ああ、ここ怖い。やめよう。私つけられないよ。ガッてガッて怯え。そう、